これだぞ、今からいざって次ほら、ほら、いざって次もある、いつもこれだ、ほらほら、ほら、ほらスタートします、スタート知ってるよ、スタートしてはい本日も茨城放送局オフィス塚田プレゼンツ、本日はゲストがいらっしゃってます、令和2年、5月2日本日のゲストはライオンさんです。明るく元気に気持ちよーライオンさん、なんと今度の月曜日ゲストで一票一気に出てくれます。いやー、僕の2枚目弟子です。はい、あの本当に彼も頑張ってすごいもう一国一城のある日頑張ってくれたんですけど、なんだろうな、このコロナ騒動で、そうですね、もうどのぐらい休んでます？今1ヶ月ですね。うわぁ、きついな、1ヶ月きついよね。で、損失って言ったら1ヶ月ってどのぐらいだと思う、自分での損失、支払いはあれ、売上の関係だと、まあ250ぐらいは、うわ、損してる、損してますよね。250万損してます、1ヶ月でこれじゃ持たないですよ、みんな、こんなことやってたら、うん、な、払うの払って、うん、ローンは払うしかないわけじゃん、建物建てて、あの、彼らが頑張って地べたから買って建物までなんですよ、うん、めっちゃきついんですよ、これは支払いも、はっきり言ったら、うん、自分もそうなんだけど、やっぱりこう建物を建てて払ってるっていうのはすごいお金かかるんですよな。俺はもう万歳です。万歳、万歳、ああ、潰れて、潰れてねえよ。潰れるわけにいかねえんだけど、銀行と話し合いだよ、もう。話し合いしかねえよ、これ。マジで。もう、開き直るわけじゃないけど、ここで、飛び込み自殺とか しちゃいたい気持ちわかりますけど、何百億も負債抱えても死なないやつも、平気なやつもいます。何千億かかっても平気なやつもいるんだから、そういう人と、100万、200万で死んじゃう人、1、2万で死んじゃう人、1万、2万で強盗やっちゃう人、もうやんなくても大丈夫ですから、とにかく、行政に助けにもらいに行ってください。死ぬなら行政で死んでください、本当に。助けてもらえないで行政で死んだほうがいいなあ、自分家で死んだって誰も見てくんないんで、うん、はい、本当に、あ、じゃあこれここで死ぬしかないんですけどつって、もう考えてくるんやって、死ぬしかねえって、自家談判するしかねえよな、飯食えなくて家族もこうで、俺のほもうあれだ、生命保険も払えなくなってたら家族暮らせば、もう死ぬしかないんだけどって、じゃあ死ねってことですねと、じゃあやりましょうと、どっちやもんねん、それで、これのあれで借りれるかまだ分かんないですからね。そうだよ、そう、審査があるから。審査ってふざけてない、ふざけんじゃねえよ。金貸すけど審査してやるよっていう、なんで金をね、うん、1月31日からだよ、はい、止めてればだよ、はい、だってそう思わない、そう思う、そっからクラスター対策だよな、まず、うん、普通の商売人だったらそう考えることが政治家にはできないってことで、うん、商売人の